はい、皆さんこんにちは、ダイダラです。ヨッシークラフトワールド、今日も新しいステージ行きましょうかね。今回はね、このコンドルランドっていう、コンドルが多分奥になんかネズミと見える、ネズミ、あいつ泥棒のやつだよね、と、がいるコンドルランドの山のステージですね。で、前回この滝の見える洞窟ってちょっとめちゃめちゃ面白いステージ終わったところで、で、今日は汽車に乗っていこう。またなんか乗り物系なのかな、これって。前回のヨッシーパンチみてえな。で、楽しみだね。それではやっていきましょう。あ、完全乗るだけかな、これ。ねえ、さあ、2、4、6。6個と3つ。ねえ、全部集めていきましょう。よしー。よーし。なんかね、普通のなんだ、アクションゲーム、横スクロールのね、やっぱりいつものアクションゲームと違って、ヨッシーはやっぱ、オリジナリティあるというか、独特なね、ちょっと変わったステージが多くて、楽しいですよね。これ何これ丸めてんの、みんな。足元のこれ。紙なんか、変な紙を、厚紙っぽいのを丸めて橋にしてますね。さて、おっと、刺さってるのは針ですね、これ。裁縫とかでする。へぇ、かわいい針ですね。さて、おーおーおー。いただきます。さあ、兵法たくさん食べて、準備はいいかって言わんばかりの、この展開。おっと、待って待って、みんな。俺は見てしまった。ここに、撃てる!イェイ、しかもー!で、特になんもなかったね。よし、では行きましょうか。ポッポー、さあ、汽車だぞーって言われて。で、行きましょうか。これ、むっちゃむずないか、これ。卵は随時回収しつつ。手前もあるの、手前もあるの、これ。きついきつい。待って待って待って、大丈夫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 。俺、僕ならやれる、僕ならやれる。で、一応手前とか奥行きとかもね、見ておきましょうね。あ、踏んじゃった。食べたい食べたい。お前、あっ、なんだよ、お前は。ね。さあ、フラワー、まず1個目。顔のついた岩みたいなやつは、撃てるっぽいですね。えい。到着、ゴールでーす。あれ、もう終点。ダイダランチー。ダイダランチー。俺んちは、狭いな。短いな。お、お金降ってきた。お、赤コイン4つも増えてきた。ありがてえ。よし。あお。ハートゲットです。さあ、電車乗るのも良きですが、下行くのも良し。どちら進んでいきましょうか。うん、なんだおめえは。さて、おう。ん?どこが正解ルートだ?これは。ふむふむ?とりあえず、ゲットしましょう。えい!あ、ハートじゃーん。これ壊せんのかな?壊せる壊せるこれ。えい!おー、5枚ゲットでーす。これも全部壊しちゃう。えい!なんかゲットした今。ん?なんだこの板みたいなやつ。あ!線路かこれ。ねえ。なんかよくわかんないけど、線路集めなきゃいけない。よく見たらなんか奥ね、線路、道がないですね、ここ。電車乗りたいなーと思っても進まない。なんでだろうとね。おお、なんだこっち。なんもないな、こっちは。ね。この、赤信号なんだよね。ここだ。えい!さあ、道1個できた。やった。まだ足りないね。道が。これはなんだ?ん?線路降ってきたよー。よし。さあ、残りあと1個。ですか?うむ。え、終わりなのかな?これで。えい。あと1個。真ん中につなぐ線路が1個足りてません。果たしてどこにあるんでしょうか。え、だってもう調べたよね、いろいろと。こっちも見たっけ。見てないこれ、こっち。あ、見てなかったこれ。奥に見えるね。よし、じゃあちょっと先にこのなんかミニゲームっぽいやつやりましょうか。えい。え、本物を当てろ。えい。え、めっちゃ簡単やん、そんな。やる気ある。えいえい。あ、痛い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 。おいしい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 。よし。さあ、これで線路が全部できたんですけど、ちょっと待って。俺はこのゲームを全て疑ってかかる男を抱いたら。ね。なんもないね。いや、ほんとね。思わぬところに隠しブロック的な隠し果てな雲っていうんですかがあったりするのでね。注目していくとか注意していかないといけないんですよ。へい。さて、橋が3つかかったよ。これで青信号いつでも出発できる。乗るか、電車。電車好きやで、俺電車の中でスマホをいじるのが好きやねん。みんなも大体そんな感じだよね。スマホいじるマンだよね。よし。
しっかり食べていこう。あ、なんか奥なんかあったな、今。サボテンが。よし。さあ、電車はどんどん登っていこう。おぉ。水れえ、アングル。てっぺんなんかおるな、あいつ。しっかりやっつけたで、今、これ。おぉ、おぉ、おぉ、何お前は。さて。バサバサの親戚みたいなやつだよね、こいつ。ちょっと取れんかった、今。あ、今赤コインあったってことは、もしかしたら俺取り逃したかもね、あそこのコイン。バサバサ食うのに夢中で。うわわわわわわ。待って、あー、絶対あの上に2つ赤コインだ。やらかしたなー。まあ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 、ちょこちょこ取りミスはね、もうご愛嬌というか、ね、残念無念という形で。え、なんで俺1個取り逃してんだ、フラワーまで。嘘、逃してないよ、気のせいだよ。ねえ。おう、さあどんどん行きましょう。電車は登るよ、どこまでも。よしよし、赤子いないね。奥におるな。1、2の、あ、やべ、3、 OK、 ゲット。卵があと1個しかないんだけど。あー、向こう事故ってる事故ってる事故ってる。行き止まりでーす。何、星はこちらよ、地獄行き。ね、ゴールかな、これが。シャコか、これ。うわばば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 ば。終点終点、今度こそ大大ランチ。俺んちはこんなとこじゃ。あ、プレゼントボックスあった、最後に。待ってよ、ゴールしてから気づいたわ。うわー、なんでだー、くそー。あそこにもしかしたら赤コインがあったのかもしれないね。さあ今回ね、3つ目だけちょっと残念ながら取り逃してしまいましたね。どこだったんだろう、線路の組み立てた跡ぐらいのところだよね、どっかにあると思う。で、最後のね、赤コインは途中の洞窟の中のコイン、もしくは最後だと思います。悔しい。めちゃめちゃ悔しい、俺。カナピーやで。あやざい。さて、先が、のステージがオープンされました。ね、ちょっと、ガチャしたい、俺。なにこれ。ね、一回だけ無料タダガチャだって、タダガチャ。タダガチャ引こう、タダガチャ。タダガチャ引いて、ここのスーパーレア当ててから、やろうぜ。よし、とりあえずサダガチャ。よし、サダガチャでーす。なんだか、レアか。スーパーレア欲しい。じゃ、中身は？イエーイ、レアだよー。光ってる光ってる。パコン。出てきたのは、あ、チュウさん。ね、コンドルのところにいるっぽいやつだよね。はい、ではちょっと課金して買いましょうか。いや、まとめて買うか、もう。もう全買いしよう、全買い。はい、僕お金持ちなので。僕お金持ちなので、全部買います。はい、出てこい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 、オールコンプリートガチャー。あ、なくなっちゃった。僕コイン持ってますからね。出たー、空き缶バード、すごいレアだよっていう。鳥なんだね。そんな、それペットボトルの蓋改造した感じで、こっちバッファローのが作り込んでる感じするよね。ね、桜色の列車、これはトロッコ。あ、トロッコいいな、トロッコ。やっぱダンボールのこの四角い列車とか車とかシリーズがすごい一般的って感じですかね。コンドルの扉、あー、コンドル、メリコンドルね。あ、猫風船、これかわいいな。猫いいね。爆弾ボックスで、銀の手押し車、あー、折り紙銀色のやつ貼って作ったって感じかな。さてさて、いいね、これ。着替えますか、とりあえずね。これだね、新しいやつは。で、チュウさんとか、チュウさんもこれ結構デザインよくね、チュウさん。ね。よし、スーパーレアとかすごいレアは5回耐えられるってことだよね、敵の攻撃から。ね、そういったことだと思います。ノーマルは3回しか耐えられないけどっていう。だからすごいレア着ときはとりあえず大丈夫って感じでしょ。カプリーター、やったー。お祝いや、お祝いでなんかくれないかな、コンプリート記念にこれあげますって。なかったね。まあでも全部のね、最終的にガチャガチャコンプリートしていこうと思ってます。さあ、とりあえずここね、列車に乗っていこう。ね、裏面ではなく表面先にね、全部埋めたいと思います。行ってきます。あ、ここの上、ここだったぜ、3つ目。ね、
線路の探すとこんなんか上あるかなと思って見たらやっぱあったわ。さあこれで花はゲットしました。あとはね赤コインだけです。赤コインは多分最後のプレゼントボックスだと思うんですけどね、ちょっとそこまでペット行っていきましょうか。さあ取り逃したのってこの辺り、あったあったあった、そこにもあったわ、取り逃したとこに。今取り逃し赤コイン2つゲットできましたね。まあ、やっぱ洞窟の中の取り逃しポイントだからね。さあ多分じゃあ残りは1個はプレゼントボックスだと思いますね。頑張りましょう。お終点終点、ダイダランチオレンジでーす。さあここのね、あのプレゼントボックスこんなとこに置く。あったよかったドキッとするわそれはい、ということで見事攻略完了。やったー。頭のなんかやつがよし、かわいいよね今回の装備って。頭に乗ってるふわーってしてるやつ。さあ今回ね、なんだかんだ言って道中歩きながらね、全部集めてきましたね、赤コインも含めて。やったぜ花丸ー、大体最強ー。62個もフラワー持ってんだけど、どうしよう、1個ぐらいあげようか。みんなリスナー1人ずつ配っていこうか足りるかなはい、では列車に乗っていこう。ステージの裏面やっていきましょうか。裏面ってどんな感じなんだろう。裏面も結局は電車乗っていくんだよね多分。3匹を連れて4分30秒以内にゴールせよ。行ってきます。コポッチ、コポッチね、コポッチ、いろんなポチがの子供がいるのかなと思ったけど、結局3匹だけなのかな多分。全部色同じだしね。ポチお前どんだけ子供おんねんと思ったけど多分そこまで子供はね、やっぱたくさんいないってことだよね。下手前か、びっくりした。よし、さあ行きましょう。電車でーすね。折り返しです、折り返し。終点とかの駅の人とかだったらよく折り返しとかあるよね。わわわわわ、やっぱ折り返しとかの駅だったらね、座れるからすごいいいんですよね皆さんね。おお、よいしょ。電車ってね、みんな座れるかどうかで判断した方がいいよ。よいしょ。おお、怖い怖い怖い。 なんで、ね、上り坂で、ね、スピード上がってんだ裏面だからかな、これね。普段本当だったら降りるところが、さあ手前側。あポポチン発見。一匹目、青ポチ。ね、確かなんか奥にあった赤コインとかフラワーとかを投げてたとこだね。やっぱこれ裏面やるのね、表面やった直後ぐらいにやった方が良さそうだね。なんか忘れちゃうわこれ。全然どんなステージだったかなとか、どんな構成だった。この辺だったから敵この辺あるんじゃねえかなっていうのが、ね、分かったりするから、とってもよっきいですねこれ。危ない。おお、待て待て、いろんなとこから敵が攻めてくるの禁止。さあ、わお。さあ、コポチーはいなくね。急に来られても困るけど、コポチーさん。おお、待て待て待て、謎の坂道で。上り坂で速度が上がるやつ、下り坂でも上がります。え、コポチーの音聞こえねえけど、全然。ワンワン。よしの声で、ワンワンワン。さあ、もうすぐ、あれ、ゴールだよね。あれ、あー下り坂で降りまーす。コポチどこですか。え、マジでいいね、ポチ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 。あら、さあなんだかんだ言って1分48秒経過です。はい、さあ中間です。あらま、待って、じゃあちょっと いろんなとこ調べとかなきゃいけないよね。あ、ワンワン聞こえた。ワンワン聞こえたけど、え、ワンワン聞こえたけど違う。牛くんどこだ、奥かこっちの。あ、今見えた、今見えたぞ俺は。ポポチン、ポポチンどこ行ったあいつ。ん、あ、そんなとこ行きやがってお前。えい、さあコポチン、2匹目です。時間がちょっとやばくなってきました。奥にね、牛くんがちょこちょこいるんですよね。これ多分ね、後々クリフトンから集めてきてって言われるやつで、ダイダラお前は最強だってねあれ、奥はいないよね、なんも。よし、じゃあ次の電車ですかね、この辺りから。あ、折り返しでーす、行きましょう。さあ残りね、1分半しかありません。なんとかしなきゃ。頼むぞコポチ、コポチもう1匹。何色だっけコポチのもう一匹。黒と水色と赤、あ、赤黄色覚えてないっていう、ね、黄色はメインのポチか。ほら、すごい卵の動きおかしいでしょこれ、ね、波打ってます。バッファローとこ
絶対クリフトンが見つけてこいって言うからな、あいつら。牛くん、さてゲットです。なんもねえな、ゆっくり待っとこうか。あ、見て、蓋されてる、ほらこれかわいい。あー、やばい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 。え、待って、もうないでしょこれ。あ、いたぜー、コプチン。どこ行くのお前、コプチン。よし、ピンク色だね。さあ、全部残りでコポチが集まって、このままフィニッシュ。やったぜ。いや、このコースも楽しかった。イエーイ、はやった。まあ、ぼちぼちやるじゃねえかって感じでしたね。はい、というわけで汽車に乗っていこう。4分30秒以内にゴールできました。おめでとう、花丸。花丸うどん、うどんじゃないよいいね、いいね、ここのコースも。電車のコース楽しかったな。はい、ということで、じゃあ皆さん、じゃあ今回はこれで終わりたいと思います。普通にここのステージボスかと思ったんですけどね、普通のコースっぽいのでね、次回やっていきましょうか。はい、それではね、また次の動画でお会いしましょう。おつぱやじゃのん。シュウさん怖いね、次。